舞子ちゃんってやっぱり日々プリティを求めながら、まあ、生活してるわけなんですけど、そろそろなんかプリティ足りないなって思ってきたんで、ちょっと今日なんか可愛いゲストがなんか来てるみたいなんで、ちょっと呼んでみましょう。さきちゃーん。デズラその始まりデズラよし、じゃあということでね、はい、プリティを追加してまた新たに、ありがとうございます、そんなこと言っていただいて。プリティかどうかはまあ別として、あ、別にしちゃうんだ。別としてね、はい、まあやっていきましょう。お願いします。プリティチャンネル、今日はピンクモッパンということで、はい、なんか気になるもんありますか？いや、なんか食べたことないものばっかりで、うちこういうなんかザ・モッパンみたいな、なんかこういうカラフルなものを食べるの初めてなんですよ。お腹すきました、これ見て。お腹すきましたね、そそられますね、やっぱり。じゃあちょっと、じゃあ、はい、今ちょっとあんまお腹空いてないんで。プリティうちも空いてない。いや、でもそそられた、やっぱりこれを見たら。いけるよね。うん、いける。で、うちこのハニーゼリーを食べたことなくて。へえ、じゃあ食べてみようか。いいですか。うん、これすごい気になってたの。みんななんかこうやってサムネ撮ってたから。あ、じゃあちょっと やってもらっていいですか。はい、これちょっと飲んだら、うん、若干声が高くなるらしいけど、まあ、まあ大丈夫。これなかなか出てこないんだね。はい、うん、やっべ、うん、第一声気になるこれ。責任取ってもらっていいですか？プリティじゃない、いきしゃな。これちょっと正解が分かんない。これちょっとうち持って帰っていいですか？じゃあ。でも美味しいわ、すごくストロベリーの味。だって甘いもん欲しいって言ってたもんね。うん、逆逆逆、しょっぱいもん欲しい今。あれ、さっきアイスたらふく食べたから。そういうことか。うん、じゃあ辛いのいくか。じゃあ、うん、え、だってさ、甘いもんいっぱい食べたじゃん今。そうだよね。次じゃあ辛いもんいってみよっか。テレダック今日なんか監督さんですか？行ってみよっかとか言ってるけど、うん、とりあえず、はい、え、でもうちこのカルボ食べたことないの。あ、クリームカルボって結構辛いのがね、あんまり辛くないっていうね。あ、お箸あります？お箸本当に汚いねこれね。あ、ね、本当に汚いね、びっくりした。うちもまだ泳ぎ悪くて、プリティ足りてない。ごめんごめん、プリティ足りてない。ちょっとあれだね、うん、足りてなかったね今ね。わあ、美味しそう。でもあんま辛くなさそうだけどね。うん、めっちゃ食べたいな。食べる。え、まあまあ、まあ、いただきます。はい、美味しい。辛い、プリティ辛いじゃん、全然辛い。待って、飲み物、飲み物行きたい、飲み物行きたい。飲み物はまあ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 、うん、意地悪だ、これ行きたい。これ、これ、これモンスター？モンスター全然プリティじゃない。プリティじゃない。ダメ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 。待て、辛い。こいつ演技してます。本当なの？いや、うちも辛いの本当にダメなんだけど、このクリームカルボだったらいけるのかなって思ってたのよ。他の人の動画見て、これあんまり辛くないって言ってたから。全然辛い。食べます？ないや、全然大丈夫。あ、はい。おい、あ、辛い。これって牛乳？いちご牛乳？これいちご牛乳。これいきたい。これ美味しそうじゃない？すごいさ、うちさ、あの、うん、あんまり突っ込まないようにしてたんだけど、ずっとこれがね、目に入ってたんだけど、うん、なんかすごい絶妙なのを選んできたね。プリティ。ピンクだったら何でもよかったんでしょう。うん。生姜だって。生姜好き？新生姜いなり寿司。生姜あんまりなのよね。でも食べてみるわ。食べてみようか。うん。なんか下がすごいベトベトしてる。だね。ね。あ、でもいい匂いかも。お、あ、なるほどね、いなり寿司になってるわ。めっちゃ美味しそうやん。美味しそう、いただきます。うん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 、なんかおばあちゃんの家を思い出すような。あー、うん、そんな感じの懐かしい味か。うん、すごい虫が。うん、あ、すごい。プリティチャンネル、じゃあ次。うん、行く気あります？ないです、一旦。あ、じゃあいい、じゃあ一個言っていい？うん、喉乾いた。あー、喉乾いたよね、うん、辛いもん食べて、うん、おにぎり食べて、うん、いちご組あるわ。すごい、多分うちの今胃の中の小人たちが、うん、次何来る、次何来るって、うん、次はきっと飲み物だって、みんなあと少しの辛抱だ、頑張れって言ってんだけど、そのタイミングでこれぶち込んだら彼らはどうなると思う？大喜び。泣いちゃう、泣いちゃうね。これどうやって開けるんだっけ？それはここを、うん、この部分。あ、なるほどね。これ大丈夫、賞味期限とか生きてる？知らない。あ、知らない。なんか結構ね、こういう韓国グミ持ってる人、結構大体賞味期限切れてるの食べてる人多いからね。うん、美味しいわ。シン
プルに美味しい。プリティーチャンネル。もうちょっとさすがにここまで食べないとかそういうノリやってきたけど、うん、食べちゃおうかな。うんうん、どうぞどうぞ。いっぱいあるからね。これにしよう。あ、いちごジュースかな。飲みたかったの。なそれ。え？あ、どうぞどうぞ。あ、こっちにもあるし。ありがとうございます。うんうん、しかもなんか食べるって言って飲み物行くんだ一発目。ひよってない？何ね、ひよってますよね皆さん。ちさきちゃんのチャンネルって、はい、うん、年齢層いくつだっけ？うちは高校生、大学生ぐらいの層が多いかなと思う。二十歳前後の、うん、女子。うん。やりました。そう、うちのさ、あのファン狙い何さっきから。いやそんな思ってないよ。これ何？いやだってさ、女の子って女子高生の、うんうん、こういう可愛い系のやつやっぱ見たくなるじゃん。好きよ。うん、その再生数取れたのよっしゃ。おお、うん、そっちね。うん、あ、よかった、ちゃんとした考えの方でよかった。なんか感想とか言わない系だ。うん。あ、そうか。うん。うん、これだ、これ食べるとか飲むとか言ってもう感想はお預け系。全然どうでもいい。全然ね、もうこの動画食べるとかもうほんとどうでもいいよね。あ、そうなんだ。うん、食べ終わった後は肝心よ。じゃあ何系 YouTuber なんですか自分は。え、それはもう、うん、ね、教育系 YouTuber。 やめた方がいいかも、それはあまり向いてないかも。プリティじゃない、教育者としては。うん、うん、じゃあこれ言っていいですか。賞味期限危ないかも。大丈夫大丈夫、全然大丈夫よ。ちょっと危ないかなこれ。うん、大丈夫大丈夫、大丈夫だから。アルフォート好き？アルフォートは好きだよ。え、待って、うちの口パサパサにしよう大作戦。正直、うん、ちさきちゃんの方で動画上がって、うん、ね、DM 来ないかななんて。プリティーチャンネル。 DM 来るでしょ、でも普段から来ないの。正直来るけど。でしょ。うん、やっぱあれじゃん、18歳以下。あー、なるほどね、若いとちょっと心配になっちゃう。心配になっちゃうから、うん、確かに気をつけないとね、こっちが気をつけないと、うん、ね、なんか大変なことになりかねないからね、今の時代ね。うん、うん、そう大変なことになると困りますから。困りますからね、うん、このいちご味でも初めて食べるかもしれない。美味しそう、めっちゃ美味しそう。いただきますわ。美味しい、間違いなく美味しい。美味しいね。うん、喉乾いた、どんどん喉乾いてく。今うちなんなら冷たい水グビグビいきたいもん。今ならうち多分 500ml 1本一気にいける。いけちゃう。うん、じゃあ、うん、トッポギ行ってみよっか。トッポギ食べたことあります？あ、マフ、あ、マフ好きです、それなりに。あ、好きですか。うん、開けちゃいます。ちょっと今おねっぽくなったの。開けちゃいます。なんちょっとおねっぽさ入るの途中で。ちょっとね、もうこれ今カットしてるんですけど、うん、実は下でだいぶ食べてて、うん、うち、うん、そこ見せちゃうとやっぱりあれじゃん、うんうん、陰でね、なんか女の子を、あ、ま、かばってあげてるみたいなのバレちゃったらあれじゃん、こいつ明らかに狙ってるなみたいな。逆逆、大丈夫大丈夫。え、映ってるままだから。まあいいんだけどね、美味しいからね。うん、プリティーチャンネル。美味しそう。でもめちゃくちゃ美味しそう。うん、いただきます。あ、辛くないじゃん。辛くないですか。何笑ったの。いや、美味しい。全然辛くない。美味しい美味しい。へえ。何へえって。美味しいらしいです。でもなんか思った味と違う。なんか変なソース入れた？ええ、そんな。怖いんだけど。え、でもこれってさ、うん、さっきのプロダックと同じ味付けのトッポギバージョンってことだよね。うん。味明らか違うぜこれ。あれ？あれ？やらかしたなこれ。何？プロダックソース入れ忘れちゃった。ああ。プリティー。やっぱりバレちゃう。どういうこと？お茶目なとこバレちゃった。え、でも優しいね。うちは辛いのダメっていうの知ってて言えなかったんじゃないの？ダメ。喉乾いたわね。喉乾いたわね、うん、いいかしら、そろそろ喉で飲み物いっちゃって。何これ、うん、やだ、何これ、やだ、何これ、何これ、うん、これナーゼローペキャディンとちょっと違くない？偽物これ。食べてみないと分かんない。そっか、喉乾いた、水飲みたいわ。じゃあ私もそろそろ行こうかしらね。意地悪ね。うんうん、美味しい。ナーズロープキャディとはちょっと違うけど美味しい。うんうん、味とこの表面についてるラムネっていうの、うん、これの量、食感、味が違いますね。どっちも美味しいわ。でも前作それ、そこ玄関落ちちゃった。
これですか、うん、あのそれはあの袋に入っている状態で落としましたか、うん、この状態で落とした、はい、感じで、それをここに戻した、うん、それを私が今食べてる、うん、大変だ、大丈夫、本当に何になっちゃう、本当に落とした、本当に落としたとんでもないやつだねとんでもない、結構ね、だって本当に喉乾いた、本当に喉乾いた、本当に喉乾いて、あるのよ目の前に、え、どうちが求めてるの、何を覗き込んでるのこの間から、ちょっと待って、ここにあんの、やばいやばい、うちが求めてるもん、やばいやばいってない、四角に桃ゼリーがちょっと水分多いから嬉しいけど、これいこう、これ何にやっとしてんの、これこれ、なんかついてるんだけど、誰の髪よ、女の髪なんじゃないの、ちょっとお腹痛いからトイレ行っていい、あ、分かった、ちょっとトイレだけ、うん、行ってくるから、分かった、ちょっとトイレ行ってきます、分かった分かった、はい、行ってらっしゃい、気をつけてね、うん、うん、足元危ないから、うん、本当に危ないからね、はい、この世の中は危険がいっぱいよ、あ、ちょっとトイレ混んでたわ、あ、ちょっと何飲んでんのあんた、で、喉乾いたから、ダメでしょあなた、そんなこと言うんだったらさ、うちのチャンネル9割が女の子、若いピチピチな女の子、うん、うちの方で動画あげないわよ、全部飲め